川添綱高、川添綱高昭和17年2月4日は、佐賀県出身の政治家。大観宅で牧島を開いた人物である。川添綱高は1859年、川添与左衛門の長男として、佐賀藩に生まれた。幼名を源太郎と言い,い、後に、綱高氏と改めた。父、川添与左衛門は、佐賀藩の武士であった。 1871年に藩が廃止されると父に連れられて今里に移った。佐賀藩は今里に馬を育てる牧場を持っていた。そこが牧島で、元は離れ島であった。父は給料の代わりにこの牧島の一部をもらって今里に来た。綱高は幼い時は藩校で学び、今里に来てからは草場船山の私塾系盲舎に入り、干学 国学などを学んだ。この塾では、藤山ライトとも共に勉学に励んだ。また、同じ伊万里にあった、川久保予想の塾でも勉強し、ここでは森永太一郎とも共に勉強している。25歳の時に、伊万里女学校の校長を務めた。さらに1889年に、町村生が実施され、牧下村ができると、学問のある綱高は30歳で、 初代村長に推薦され、1894年までの5年間村民のために努力した。1897年、村民からの支援もあり、300円を元手に当時、軍港が開かれて間もなく急速に発展していた佐世保で書式屋を始めた。酒、タバコ、塩、木炭、米、麦、大豆、小豆などの品を扱った。石炭に至っては、 海軍の軍艦の燃料に使用され、商売はますます繁盛した。その頃、瀬戸町には水田が少なく、米が不足しており、干拓工事の話が持ち上がっていた。しかし資金がなく佐世保の綱、高市のもとへ、資金援助の相談をしていた。綱吉は心よく引き受け、綱高が42歳の1901年には、約1万平方メートルの大干拓を作り上げた。 そこでこの神殿は川添神殿と呼ばれるようになった。この干拓によって、牧島は陸続きとなり、その後の発展の元となった。一方、綱高は佐世保の住民からの信頼も厚く、政治の世界でも大きな地位を占めるようになっていき、1902年、佐世保が市政を施行すると42歳で市議会議員に選ばれ、 1927年まで25年間議員を続けた。その間、1914年から1922年まで8年間は市議会議長を務め、1920年には衆議院議員にも当選し、地方だけでなく国の政治にも取り組んだ。また、綱高は、よそもんたちの銀行を作ろうと1919 19年に佐賀の糸山銀行を買収して、 佐世保商業銀行を設立、初代の頭通りとなった。現在佐世保市に本店を置く、地方銀行の神話銀行の前身の一つである。1925年、佐世保商工会議所が設立されると、それまでの実績を認められ初代の回答に押され、1933年までの8年間、74歳になるまで勤めた。1942年2月4日、 83歳で永明した。ありがとうございます。